では一つだけ。なるほどさんに、あなたにお詫びしなければならないことがあります。お詫びを僕にですか？はい、6年前恋人だったあなたの命を狙ったお姉様の事件です。実は6年経った今でもまだ信じられないんです。彼女が僕にあんなことをしたなんて。無理もありません。お二人はお互いのことをよく知らなかったのですから。どういうことですか？あなたとお姉様はたった2回しか会ったことがないんです。2回？あの運命の日が1度目、大学での殺人事件、あの時が2度目。なるほどさんとお姉様が会ったのはこの2回だけなのです。そんなはずは。あの小瓶がなるほどさんの手に渡ってから、お姉様は一刻も早くそれを取り戻したかった。危険な存在であるあなたをすぐにでも。私、これ以上お姉様に罪を重ねてほしくなかった。必死にお願いをして待っていただきました。代わりに私がペンダントを取り戻すからと。でも私にはできなかった。あなたがあんなにも喜び大切にされていたので。取り戻せないまま半年が過ぎ、しびれを切らせたお姉様はあんな恐ろしいこと、あなたに寄せる私の思いを置き去りにして。私はダメだったんです。あなたもお姉様も守ることができなかった。ただあなたを欺いてしまったのです。あやめさん、一つだけ言わせてください。あなたの優しさに嘘はなかった。宮永千奈美が死刑判決を受けてもそれだけは信じていました。申し訳ありませんでした、リュウちゃん。あなたはやっぱり僕の思った通りの人でした。